はい私たちは2010年1月1日に結成された5人組のダンスボーカルグループなんですけどあの音楽の楽しさを歌って踊って伝えたいをコンセプトに活動していて、まあ、東京ジュ流っていう名前はですね、まあ、東京っていう日本の首都 東京、海外進出を目標にしているのでその東京をつけて女子は女子流女子のグループなので女子で龍は流れるって書くんですけど女子流だけのスタイルを追求していこうということで東京女子流っていう名前になりました I believe you are still in school.、Um, how do you manage school work and being in an idol group?、はい、私の、まあ、意見なんですけどあの。 勉強とかあんまテスト前しかあんまやらなくてだからあ、<laughs> 結構学校は通ってるんですけど学校行ってる時は勉強するんですけどこうテスト前しか家であんま勉強しなくてその他は結構友達ともうずっと遊んでるみたいな結構はっちゃけてる感じなんでだからなんかその辺もこう,うまくこう気持ちが切り替えられて。 勉強にも望むことができてるんで、やっぱ切り替えが大事だと思います。えっと、時間があ、時間がある時は。なんだろう。あ、でも、原宿とか渋谷とか、やっぱり。あの、すごいおしゃれが好きなので。あの、よくショッピングに出かけています。 はい、時間が空いた時はあの私のあ私けあオーストラリアじゃなくて申し訳ないんですけど韓国がすごい好きでなんで空いた時間はこう新大久保っていうところは韓国のグッズがたくさんあるんですけどそこに行って友達と遊んだりご飯食べたりしますはいえっと私は食べることが好きなのであの休みがあるとパンケーキ屋さんや アイスス屋さんなどを調調べべべてててマートフォンで調べてそこに食べに食行ったりしいます、はいえっと、私はお休みの日があったら基本映画を見に行ったりしたりするんですけど映画もよく洋画とかを見に行ったりするので結構お友達と行ったりあと毎一度1人で行ったりしたりあと時間があったら代々木公園とかを夕方ぐらいの時間にお散歩するのも好きですね。はい はい。えー、っと私はすごいあの、お散歩することと,あと写真を撮ることがすごい好きなので、空いてる時間は、ちょっと近くの道とかを歩きながら、いろんな風景を写真撮ったりしています。Do you listen to music from other artists?If so, who are your favorites? と好きな音楽は、K-Pop を聴くことが多いんですけど、やっぱり。 k p o p のグループさんとかあと日本だと彩香さんとか愛子さんとかが好きですはい私も k p o p を聴くことが多いんですけど最近は XO さんとか A ピンクさんを聞いておりますはいえっと私は、えっと、浜崎あゆみさんや倖、えっと、田來未さんや AAA さんといったあのアーティストさんの あの曲を聴くことが多いんですけど結構トリプル a さんはグループで活動していてなんだろう女性と男性がいているんですけどすごいチームワークもよくて私たち女子流もたまにあのむえ映像を見たりしてあの研究したりしていますはい、えっと、私は邦楽も聞くんですけど最近洋楽にもハマっていて。日本のアーティストさんだと 愛子さんとか生き物係さんをよく聞いていて、洋楽だとテイラースウィフトさんとか r&b 系をよく聞きます。はい、えー、っと、私はあまりジャンルを問わず、いろんな音楽を聴くので、本当にあの k-pop も聴くし、J、j-pop も聴くんですけど、最近はあの世界の終わりさんにハマっています。